あとよくあるのが、ホームページですね。実は私ここをやってる仕事の中の一つにですね、インターネットの、ホームページ作るウェブクリエイターっていう仕事があるんですけども、彼らに、そのノウハウを教えるっていう塾もやってます。なので、どっちかって言ってるわけじゃないですけど、ホームページの方もかなりスペシャリストとしてやらせてもらってますけども、ホームページの特性っていうのは広いところから集めることができます。そこが一番のメリットですね、最大のメリットです。ただ美容室っていうのはどんだけやってもですね、商圏はいくら広げても1キロです。そんなこと言ってもですね、なんですかね、遠くから来てくれるお客さんもいますよっていう美容師さんいらっしゃいますけども、リスト出してもらったらすぐ分かります。遠くからのお客さんって全体の割合にですね 10% 以下ぐらいしかないです。ほとんど全体における、いろんな美容師さん見させてもらいましたけども、店舗からですね、住所で言うともう本当にそこを囲む資本の住所ぐらいですね、しかありません。なのでもう、なんですかね、何々市〇〇みたいなここの単位で、決まっちゃうんですね。でもホームページっていうのは広告出そうとしたらこっちの単位でしか出せないんですね。出せなくはないです。例えば、どちら、何々市、どこどこ、川崎市麻生区です。川崎市麻生区か。じゃあ麻生区だったらまださらにもう一個下がありますよね。百合ヶ丘です。そうですよね。で、ちょっと漢字わかんないんで引っ張られてますけど、そうするとですね、ホームページで集客しようと思うとここしか検索ワード無理なんですね。でも証券全然こんなんじゃ困りますよね。麻生区って広いさに言っても結構広いですよね。なんで、せっかくホームページ出してもやっぱりリピートにつながるお客さんじゃないですね。結局やっぱり借りて見てもらったら分かるんですけど、もうリピートしてくれてるお客さんっていうのは完全にここの中だけです。ほとんどがもう9割以上 99% もそうです。言わなくても皆さん分かってると思うんですけども、ということはいくらここのお客さん集めてもですね、経営には何ら影響がない状態なんですね。でしかもじゃあこの百合ヶ丘で、広告出せばいいじゃないかっていうとですね、ただ広告の出し方っていうのは Google とかですね、こういうところに検索ワード入れてもらうんですけど、百合ヶ丘美容室で検索してくれる人いないんですね。これ復興の人いないんですね。やっぱり川崎市美容室とかになるんですね。そうするとですね、広告出しても効果がなかったりして非常に費用対効果も悪くて、現実的にホームページで集客してもリピートにつながらないからお金が出ていくだけ、結局はホットペッパーなんかと同じ状態ですねになっちゃいますので、ホームページの集客もしてません。ただ例外でですね、今僕の方がですね新しい美容室を作ってるんですけども、この方とですねいろいろやっていく中でですね、非常に新しい美容室のコンセプトでですね今美容室を作ってるってことをやってるんですけども、何かって言ったら美容室で、売っていくのはですね若返りを売っていこうと、ヘアスタイルとかですね、デザインを売るっていうのもよくあったんですけども、で、うちメインがトリートメントでやってたんですけども、トリートメントってよくよく考えると、女性の若返りになるんじゃないかっていうことで、客単価3万円とかその若返りっていう美容室を今作ってやってます。